有限要素解析ソフトプレポマックスの操作を概略紹介します。今回は7回目で、2次元 CAD で作成しました。コンクリート製バルコニー断面の DXF を、フリー CAD で読み込み、大張りを結合させソリッド要素にして、静的解析で断性線形解析を行います。DXF 断面をソリッド要素にする手順は、モデルを作成する上で役に立ちますから、試しておく必要があると思います。データネームはバルコニー .dxf です。前回に続き、今回もフリーCADでのモデル作りにも焦点を当てたものになります。フリーCADの幅広さを味わえる操作の一つになります。あらかじめ、作成された二次元 DXF の外枠だけのコンクリート、バルコニー断面をモデルとします。角形状の線は繋がっていて、囲われている必要があります。線と線が離れていると形とみなされませんので、作成時に注意が必要です。モデルデータをインポとして、ソリッド要素にします。大張りを作成して、その長さの中間にバルコニーを取り付け、三次元CADにおいて、体積を持った形状同士の積は、差の集合演算でモデリングする方法であるブーリアンの和演算ユニオン結合を使い、一体化させます。今までの経験上、結合モデルはステップ形式でエクスポートします。そして、フリーCADのデータに名前を付けて保存します。ここからは、今までに計算した操作を組み合わせた手順になります。プレポマックスを起動し、ステップ形式のエクスポートデータをインポート。作業用フォルダー、ソルバーフォルダを指定し、メッシュ作成後、高速、荷重位置などを含めた条件設定を行います。重力は考慮します。そして、解析実行と結果確認と進み、データ保存で終わります。始める前に、体積を持った形状同士の積は、差の集合演算でモデリングする方法であるブーリアンの簡単な説明をします。ブーリアンとは、三次元CADにおいて、体積を持った形状同士の積は、差の集合演算でモデリングする方法です。差演算ディファレンス、葛藤形状 A から形状 A と形状 B の共通部分を取り除く。和演算ユニオン形状 A と形状 B を一体化。積演算インターセクション形状 A と形状 B の共通部分を抽出があります。それぞれのコマンドは画面で対応させています。場面で使えないコマンドには色がつきません。コマンドに色がついていると操作場面で使用できます。このブーリアン機能はソリッド要素解析のように一体化が要求される場合には、モデル作成の必須機能と思います。まずは、作業用のフォルダーをプレポマックスアンダーラインワークボックスに作ります。freecad.exe をダブルクリックでフリーCADを起動します。フリーCADで大張りにバルコニーが、中間に取り付くモデルを作る流れを説明します。DXF の部材を読み込み、ソリッド要素にし、大張りを作成して、部材を所定の位置に配置して、ブーリアンの和演算ユニオンを使い一体化し、ドットステップファイル形式でエクスポート後、データ保存し、フリーCADを終了します。では、モデル作りを始めましょう。新規作成クリエイトニューで作成画面にし、ファイル、インポートで DXF 形式を選択し、ツールバーのワークベンチからドラフトを選択すると、グリッドが現れます。グリッドを消したいので、鍵マークの横の矢印をクリックし、プルダウン画面内の網目マークを選択するとグリッドが消えます。モデル内のパーツをすべて選択で、画面内の線の色が変わり選択したことがわかります。それを確認後、紙マーク左横の矢印をクリックし、プルダウン画面内のドラフト2スケッチを選択クリックで、モデル内のパーツの最下部にスケッチマークが追加作成されます。コンボビューモデル内のスケッチを確認し、空白部をクリックして選択のグレーを白くして、ツールバーのワークベンチをパートデザインにします。ボディーマークをクリックで、モデル内のスケッチの下にボディーができます。先のスケッチマークをボディーマークの上にドロップ、つまりスケッチをつかみ移動してボディーの上で離しますと、ボディーの下にスケッチが入ります。タスクスをクリックし、
押し出しのマークパッドをクリックし、現れたメニューに、押し出しの寸法レンクス値の線を入力で、ソリッドに変わります。もし、画面から図形が消えて、見えない場合は位置がずれただけですので、ツールバーのホームポジションマークをクリックすると画像が現れます。これで、二次元 DXF 断面データから、長さ線のバルコニー断面ソリッドデータができました。次は、大張りを作成し、バルコニーの位置に合わせます。大張りとバルコニーの関係はスケッチのようにします。大張り作成は、1回目の合コー作成手順と同様に、ツールバーのワークベンチからパートを選択し、立方体アイコンをクリック、コンポビューモデル内の立方体をクリック、プロパティ内のデータにレンクス、400、ウィドス、700、ハイト、5000と各地を入力、画面内の立方体が現れます。これを移動します。この手順は6回目と同じで、モデルのプロパティ内のプレイスメントの右端にある点マークをダブルクリックするとタスクス画面が現れます。その中のトランズレーションの X、Y、Z に移動先位置のマイナス730、マイナス300、マイナス2000を入力します。バルコニーと大張りの接する面が一致していないと結合時にエラーになりますので、注意してください。OK をクリックで確定します。これで移動が完了しました。サイドメニューのモデルをクリックし、元の画面に戻しておきます。この段階では、まだ部材が一体化していません。いよいよ、モデル作成の最終段階の体積を持った形状同士を、ブーリアンの和演算ユニオン、結合を使い一体化させます。再度、ワークベンチ、作業ツールのパートをクリック、モデルのモデルボディとキューブを選択でモデルの色が変わります。ツールバー3段目くらいにある一体化のユニオンマークをクリックで、完成すると部材が一つにまとまりフュージョン、融合の表示に変わります。あとは、作業用フォルダーにファイル、セーブアズでフリーCAD形式のデータ保存し、フュージョンを選択し、ステップ形式でエクスポートして、フリーCADを終了させます。先に作った大張りにバルコニーが取り付け区モデルをプレポマックスで解析します。解析の流れはおおむね、インポート、フォルダー指定、メッシュ作成と進み、各種条件設定を行い、解析実行と結果確認し、データ保存で終わります。起動コマンドは、prepomax.exe です。静的解析で断性線形解析の準備を始めます。いつもと同じ手順で、ファイルをクリックしニューを選択します。サブ画面が出るので、3D をマークし、その下の画面で単位を選択し OK をクリック。次に、作業フォルダー、解析ソルバーの位置を指定します。ツールバーのツールズをクリック、プルダウン画面のセッティングズをクリックし、データウィンドウ内のカルクルを選択します。作業及び出力先であるフォルダーを、ワークディレクトリに指定します。続いて、解析ソルバー位置をエグゼカッタブルで指定します。これで事前準備のデータ、結果などの保存先を指定し、解析ソルバーの位置指定が完了しました。いよいよ、データを読み込み、解析操作の開始です。先に作ったモデルのエクスポートデータを読み込みましょう。ファイル、インポートと進み、保存されているフォルダー内のデータを選択で、画面にモデルの図が表示されます。ここで、セーブアズでデータ保存しましょう。次に、メッシュ作成後の解析へ進む操作を行いたいと思います。ここから、メッシュの細かさなどの指定をします。ツールバーのメッシュを選択し、プルダウン画面のメッチングパラメールズをクリックし、メニュー画面内のメッシュサイズでメッシュの細かさを指定しますが、今回は表示されている値のままで進めます。メッシュはデフォルトとして、四面体の二次要素で作成されます。サイズを決めたら OK をクリックすると、メニュー画面は消えますので、再度、ツールバーのメッシュを選択し、プルダウン画面のクリエイトメッシュをクリックしますと、要素分割されます。今回の解析内容と条件設定の概要です。各手順は、これまでの動画とほぼ同じなので、スライドは短い表示とします。また、
画面内の部材はこれまでに使ったものが表示されます。ご了承ください。肩持ちバルコニーの先端に仕上げ重量として、F に Y 方向にマイナス5000ニュートン作用させ、自重は密度と重力で値を求めてくれますので、コンクリートの密度、デンシティを 2.4E-09 と重力、グラビティを入力します。バルコニー床面に積載と仕上げ重量の面積分、F に Y 方向にマイナス3000ニュートン作用させます。材料特性の設定は、コンクリートのヤング係数を21000メガパスカルとし、ポアソン比を 0.2 とします。ソリッド要素として、計算条件設定は静的弾性線形解析とし、境界条件を設定は両端固定で、荷重条件は蒸気の値を指定します。解析実行から結果表示を行います。まず、材料特性の設定から始めます。要素の指定。計算条件設定で静的弾性線形解析。境界条件は両端固定。荷重条件の1は、バルコニー手すり面に F2、Y 方向にマイナス5000ニュートン作用させます。荷重条件の2は、バルコニー床面に積載と仕上げ重量の面積分、F に Y 方向にマイナス3000ニュートン作用させます。荷重条件の3は、重力を指定します。これで各種の条件設定が終わりましたので、解析実行から結果表示に進みます。解析実行は、ツールバーのアナリシスをクリックし、プルダウン画面の欄を選択すると解析が始まります。終わるとサブ画面が現れ、計算時間、要素数などが表示されます。その画面の下のレゾルトを選択すると結果が表示されます。左のサブ画面がレゾルトになり、リスプ変異オールに色がついています。それが、現在表示されている結果です。応力、応力度を表示したい場合は、ストレスを選択してください。はじめにデータ保存をした場合は、上書き保存を。していない場合は、ファイルをクリックしてセーブアズで名前を付けて保存します。より子細に解析した場合は、メッシュ作成に戻り、メッシュのミンエレメントサイズだけを細かくして、その他の設定を変更しないで、再度、解析実行を行えば、精度が上がりますので、試してみてください。結果を再度見たい場合は、作業フォルダー内の拡張子 .frd のファイルを、オープンすれば確認できます。最初に作業フォルダーをモデルごとに作る理由は、結果を上書きさせないための大事な作業になります。手間ですが、模索する場合はその度ごとに、フォルダーを作成することをお勧めします。今回は DXF を利用し、ソリッドモデルを作り、解析しました。これは、幅広く解析できる方策の一つと思います。以上で7回目を終わります。次回は、よく使われるサイズの、鉄骨で柱の DXF と、中脚の DXF を組み立て、水平力と軸力を作用させる、中中脚モデルを、計算したいと思います。お疲れ様でした。